皆さんこんにちは。タッシュアンダンサーギャバンです。今ですね、成人の日のイベントの一人反省会の、動画を撮ったんですけれども、立て続けに動画の方を撮っております。で、ですね、この動画でお話ししたいのは一人反省会の後編ということでね、私の体のケアというか、体調面に関してちょっとお話ししようかなと思います。ですね、ちょっと前の話なんですけども、2020年の10月にですね、私ちょっとレッスン中に、右足の足首をぐねりまして、ちょっと、ひどい捻挫みたいな形になったんですけれども、当然、治ったというかですね、私生活に支障がない程度に回復はしたんですけれども、1年経ってですね、2021年の10月に、ちょっと動画を撮りまして、その動画自体はちょっとボツにしたんですけれども、1年経ちましたと、あの怪我から1年経って今の状況こんな感じですみたいな動画を撮ったんですが、あの10月の時点では正直まだ痛みが残ってまして、あの朝起きた時とか、あの足引きずったりする日もあったんですね。別に前日レッスンとかイベントとかじゃなかっただとしても、あの朝起きたら右足が痛くて、その何ですかね、足の平なんですけども、外側だから足首の外側をぐねりましたから、外側のね部分が痛くて、だそれが足の裏にまでこう伝染してきて、足の裏全体がちょっと痛いみたいなのが10月の時点でも結構あったんですね。だからその10月に撮影した没動画っていうのは、そのやっぱり大きな怪我しちゃったんで、正直もう元の体には戻れないなっていう、ちょっと、辛い部分がありますけど、でも逆に言うと怪我の巧妙でね、自分の体をどうやってケアして、この体とどうやって付き合っていくかみたいな形の前向きに捉えて、これからもやっていきますみたいな動画内容だったんですけれども、それから10、11、12、1月ということで、3、4ヶ月ぐらい経ったんですけれども、今はですね、右足のその朝位置、特に朝位置が痛かったんですけれども、足の裏の痛みはですね、ほぼなくなりました。1月10日のダンスイベントの後もですね、ああいうその激しいイベントとか激しくレッスンで動いた次の日とかっていうのは、当然その足の裏もあのかなり使いますんで、痛みも強く出たりしてた日もあったんですけど、今はほとんどあの出なくなりました。そういう意味ではすごく改善されてるなというところであります。で、これは自然の治癒というよりかは、自分でやっぱり体のケアをちゃんとできるようになってきたことの表れかなということで、私としては捉えてます。で、私の方で、今のこの体との付き合い方で、学んだ点が、3点ほどありまして、ですね、1点、すごく意識するようになったのが、湯船に浸かる。だからお風呂に入るときに、僕今までずっとシャワーだったんですね。シャワーだけで体を洗って、何ですかね。軽く温まったらもう出ちゃうみたいな形でやってて。で、今、コロナっていうのもあって、ジムとかも行ってないんで、なおさら、何ですかね。ジムのお風呂に入るとかっていう機会もないもんで、本当にその湯船に浸かって体をこう温めるっていうことをあんまやってこなかったんですけれども、それこそ足の痛みがね、このままじゃまずいなっていうのがあった時に、湯船に浸かろうっていうのをちょっと始めたんですけれども、それもやっぱりね、体にとって多分すごくいい影響が多分出てると思います。だから湯船に浸かって、体をほぐす、緊張を解く、リラックスして、ふーって言いながらこう足をマッサージしたり、足裏を揉んだりとかっていう時間を、週に1日以上は絶対作るようにしてるんで、主にやってるのが日曜日の、だから土曜日、種たまらうクラスで、日曜日、出張レッスンで、立て続けのレッスンでね、日曜日疲れ溜まってますんで、日曜日の夜は、レッスン終わりで帰ってきたら、絶対に、湯船に浸かるっていう形にしてるんですけれども、すごくですね、調子がいいです。もちろん湯船に浸かるだけではないんですけれども、いい習慣ができたなと。
いうことで、湯船に浸かることでこんなにも体調良くなるのかなっていうのは今回発見した次第であります。で、あとは以前からもやってたんですけれども、ストレッチ、主に筋膜ストレッチをですね、テニスボールを使っての筋膜ストレッチっていうのを頻繁に行うようにしてます。やっぱりこう私が今患ってるというかですね、まだその後遺症みたいな形で苦しんでるのは、その足のぐねったことでの右足の痛みと、あとは腰痛ですね、にが、まあ、まだちょっとそのしこりみたいな形で残ってるんですけれども、まあ、今のね激しいダッシュアンダンス続けてったら別に怪我があろうがなかろうが、その辺は出てたと思うんですけれども、今まで以上にですね、腰の患部をどうのこうのするんじゃなくて、足の側面ですね、足の側面をテニスボールでグリグリっと、マッサージする。で、すねのあたりもグリグリっと、マッサージするということを心がけて。で、あとはお尻ですね、パオティはお尻使いますよという話させていただいてますけど、まさにで、足だけでなく、ももだけでなく、お尻も、テニスボールを使ってグリグリっと、ストレッチするようにしてます。効果で言うと、もしかしたらこれが一番高いかもしれないですね。やっぱりちゃんと、ストレッチする。で、プラス湯船に浸かってリラックス。お湯の力を使って、さらにこう筋肉を弛緩させるっていう、効果なんで、順番としてはやっぱり筋膜ストレッチ、ストレッチっていうのがすごく重要になってくるかなというところであります。で、今のが2点目ですね。湯船に浸かる1点目、2点目ストレッチっていうところなんですけども、3点目はですね、ロングブレスという、トレーニングを最近は頻繁にやってます。まあ、ダイエットとかね、頑張ってる時にロングブレスをふーっていうのもやってたんですけれども、最近はですね、何のためにロングブレスするかっていうと、まあ、腹筋、背筋のですね、なんかこうバランスを整える意味で、ロングブレスを日頃のトレーニングとして取り入れるようにしてます。僕も昔ジムとか行ってる時にインボディっていう形でね、体にこう電極を持って、筋肉量を測るのがあるんですけれども、やった時に結構僕体幹が弱くて、腹筋が弱くて、そういうデータが出てたなっていうのをちょっと思い出してですね、もしかしたら腰痛で悩んでるのも、腹筋と背筋のバランスが悪くて、どっちかというと腹筋が弱いから、そういう体になっちゃってるんじゃないかなっていうのをすごく最近感じましたんで、ここ1ヶ月ぐらいすごくロングブレスを、まあ、職場とか、電車の中とか、まあ、家でもそうなんですけれども、意識してやるようにしてます。で、この1ヶ月でさらにその腰痛に関しては改善が見られたんで、ストレッチとお風呂、プラスのこのロングブレスで腹筋背筋のバランスを整えるっていう、この、まあ、3点をですね、うまく駆使したことで、かなり体の調子は良くなってるんじゃないかなという実感があります。まあ、なので、まさにですね、10月ちょっと没動画でお話した通りの結果が今出てるんですけれども、怪我の巧妙ということでですね、で、かつ、踊りをやって体を動かすっていうことをやってるものですから、こういう怪我があった時に改めて自分の体に向き直ってですね、どうやったらどこを使ってるのかとかですね、じゃあどこをケアしてあげたらいいのかなっていうところをすごくその、ダンスをやってるがゆえにですね、体とこう密に、会話する。っていうことは習慣としてできてるんで、まあ今回だからそこを活かしてですね、体がより良い方向に、なんかこの年でね、なんか足も痛くなっちゃって腰も痛くなっちゃって、もうなんかね、どうしようみたいな感じで、ただネガティブになるんじゃなくて、じゃあそこの患部が痛いんだったらどういうふうにアプローチしていこうかとか、私はナースともどう関わっていこうかっていうところでね、別にネガティブになるんじゃなくて、やれることを探して、こう、自分を改善していく、ケアしていくっていうところが、すごくこの3、4ヶ月の中で、大きく進歩として現れたので、ちょっとご報告させていただきたいなと、思います。今回お話ししたのは、この3、4ヶ月の中で、体のケアですね、大きく3つ分けて、お風呂に入る、習慣をつける。あとはもう日頃、毎日のように、ストレッチを、
をしっかり行う。特に、テニスボールを使った筋膜ストレッチを行う。それで、足の側面、ももの側面、そしてお尻のストレッチを重点的に行ってますよと。で、最後は、腹筋背筋のバランスを整えるために、ロングブレスを取り入れるようにして、今のところ、右足の痛みと腰痛がだいぶ改善されたところがありますので、引き続きですね、より良い、自分の体のケアの方法を、探っていってですね、楽しいこうダンスライフというか、送れるように試行錯誤していきたいなというお話でありました。まあ僕も我流なんで、本来であればね、ちゃんとしたかかりつけのお医者様を見つけて、ケアの方法を一緒に探っていくっていうのが成功法だとは思うんですけども、すいません、ちょっと僕がね、医者嫌いなもんで、ちょっとこんな感じではあるんですけれども、皆さんも何か体のね、ことで不安がありましたら、タヒチャンダンスの男性の踊りで言えば、どこが、なんですかね、キーポイントというか、ストレスポイントになってるかっていうのはなんとなくわかりますんで、私のわかる限りのですね、アドバイスもさせていただければと思いますので、お気軽にご相談いただければと思います。タヒチャンダンサーギャバンでした。ありがとうございました。マルヌー。